ちは。こんにちは。はい。はい、豊田さん。はい。はい、3連戦を振り返る、来ました。はいはい、行きましたね。はい。はい。まあ、ね、阪神21、うん、マジック、オリックスも22点灯。ついにね、まあ、ついに来たね。点灯って言いながら、すごいタイミングで点灯したんですよね。そうだね。これは後ほどね、話すけども、すごい点、あの、点灯劇だったんだけども、8月も残りわずか。はい、ね、これからはまあ佳境という佳境、佳境ってまあいろいろ言われてるけども、うん、本当にあの佳境に入ってきたね。暑さはなかなか収まるところがまあまあそうだね、知らない感じでいますけど、はいはい。で今日も看板やちいちゃん、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずはセリーグ、はい、ということでこういった結果になりました。はい、はい、これ、伝統の一戦ですね。巨人対阪神は阪神の2勝1敗の勝ち越し、はい、広島対ヤクルトは、広島の2勝で1引き分けということでした。はい、勝てなかったね。そうですね、はいはい、中日と DeNA は DeNA の2勝1敗の勝ち越しということでした。はい、はい、まずは巨人阪神から、うん、ね、巨人戸郷横川メンデス、うん、阪神は村上青柳伊藤、はい、ね、初戦8対1、うん、阪神3回森下のツーランホームランで先制、はい、5回には4本のヒットを集め3点を取るというね、うん、まあこの阪神の強さを象徴する攻撃があってね、うん、で6回近本がフォアボール、はい、盗塁、うん、エラーで3塁で森下の犠牲フライで1点を取るという、はい、だからノーヒットで1点を取れる、まあ、こう攻撃を仕掛けられるというね、うん、まあそれでまあ近本が出たのがフォアボール、はい、この時点でフォアボールの数が397というふうに、まあ他球団は圧倒してんだよね。これあのフォアボールで出塁した数ですよね。そう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 、だからもうその、うん、のそう、はい、その取り方もね、やっぱ簡単にこうボールが散ってるんじゃなくて臭いとこカットカットしながら自分で選んで出ていくというね、うん、だから非常にあのしつこさをこう阪神の打者に感じるよね、うん、で森下がこの日3打点、はい、まあ、佐藤が2打点、うん、ノイジーが1打点と、はい、まあ、当たってきてんだよね、うん、でこの中でまあ森下はまあその印象が残るようなところで今までも打ってたんだけども、はい、まあ、佐藤が非常にいいね、ここに来て、うん、だから非常に頼りになるバッターになってきた、うん、で投げては村上、はい、6回108球3安打、うん、9三振、はい、自責は1だけども、あ、1失点だけども自責は0ということでね、はいはい。で一方の巨人は戸郷が4回3分の1、うん、97球10安打6失点という、うん、ちょっと逆球が多かったし、まあ、その逆球を投げた時に甘いボールになって森下のツーランとかね、うん、まあ、そういうことが出てたので、まあ、ちょっと多少疲れもあるだろうけども、まあ、10勝してから足踏みをしているという、うん、まあ、そういう状態だね。はい、はい、で2試合目、はい、9対6、うん、阪神、はい、4回丸が2対1から、逆転ツーランホームランを青柳から打つ、はい、まあ、青柳に対しては非常に相性がいいんだけども丸はね、うん、まあ、しかし5回、2つのフォアボールが絡んで、はい、8番木浪が逆転2点タイムリーという、はい、ここでも2つのフォアボールが絡むという、うん、で7回には2安打3つのフォアボールが絡み、木浪が満塁で迎えたその打席で、満塁ホームランを打つという、うん、今季初ホームランが満塁ホームランというね、すごいですね、うん、それで一気に5点を取るという、うん、で7回裏2つのフォアボールがあり、うん、3点取って3点差も7回の5点が痛かったという、うん、まあこれ7回裏ね、はい、フォアボールがやっぱり巨人も絡んで、まあ、3点を返すんだけども、まあ、同じ7回の5点が痛かったという、うんうん、でこの試合で巨人は10個のフォアボール、そうですね、まあ、これは論外だね、ちょっとね、ね、あの総勢6名6名6名のピッチャーで10個のフォアボールということですね。ね、 10個っていうのはちょっと多すぎるというかさ、ちょっとひどいね、うん、これはね、で東京ドーム阪神戦6連敗、
はい、で伝統の一戦と言われるこの試合で、うん、まあ、借金は10というね、うん、阪神に対してだよ、うん、ね、これはちょっと負けすぎじゃないかなっていうふうに思うけども、うん、で3試合目、はい、4対2、うん、巨人、まあ、伊藤というのは非常に巨人戦良くてね、2年間ぐらいは負けてなかったんだけども、巨人キラーって言われてますよね。そうそうそう、うん、だけどまあこの試合で、負けがつくというね、うん、で2回連続四球から佐藤が先制タイムリー、またか、はい、巨人ってちょっと思っちゃったんだけども、はい、3回にはワンアウトから近本、うん、この攻撃もあれだったけども、近本デッドボール、うん、でランナー1塁からメンデスがボーク、はい、ランナーセカンドで、セカンドからパスボール、はい、でサードに進んで、うん、まあ、キャッチャーの岸田が近本が飛び出したのを見て、まあ、三塁に投げたのが悪送球になり、まあ、1点を取るという、うん、これで2点目、ちょっとひどいね、なんとも全部ミスで、うん、まあ、失点をしたというね、うん、まあ、しかし6回代打、はい、大城、はい、初球のカットボールをセンターにホームラン、いきなりでしたね、いきなりね、初球ね、うん、カットボールをね、うん、で2アウト後坂本がチェンジアップをホームランで同点というね、うん、で8回、はい、北村、今日先発だったんだけど、うん、北村坂本の連続フォアボールから岡本が決勝タイムリーというね、はい、で丸も続き2点差をつけるという、うん、ね、4対2にしたんだけども、はい、この岡本の決勝タイムリーの時に感じたのは、うん、岡本の成長を感じたのは、こうインサイドへインサイドって攻められて、うん、まあ見ててちょっとボールっちゃボールだなと思ったのが、うん、やっぱ全部ストライク取られてたんだよね、うん、でそれで岡本はそこをストライク取られるけど強引に行かず、自分のストライクゾーンを信じてずっと見逃してたんだよ、うん、で決勝タイムの時は追い込まれてたんだけど、決め球がちょっと甘くなったのを三遊間持ってった、うん、これはねすごい岡本の成長を感じたね。なるほど、我慢して我慢してやっと来た甘いボールを、それを決勝タイムリー打つというね、うん、この岡本の我慢が、まあ、決勝点を生んだという、うん、でこの試合でね、巨人はね、まあ、7回に長野と丸の間でエンドランをかけたりだとか、はい、まあ、8回ダイソー門脇、うん、北村のダイソーだったんだけども、はい、まあ、盗塁を仕掛けるとかね、まあ、阪神にいつもやられてることをちょっとやり返したら連敗が止まったという、うん、うん、まあ、ミラーゲームのようなそういう試合だったけども、うん、はい、まあ、ただ阪神はやっぱサトテルが当たってきたっていうのは大きいし、うん、まあ、それにつけてノイジーも状態がいいという、うん、で岡田監督は8月どうでしたかって聞かれて、いやそれはええやろうと、これはほうよというな、まあそういうコメントを残したというふうに聞いてますというね。ということは監督としては思うように試合が運べてるっていう、まあまあそうだね、まあ今日は負けたけども、うん、まあ思い通りに8月は過ごせたという。なるほど、まあロードのこともね含めて、うんうん、ね、非常にいいようなね、はい、状態のロードだったという、うん、で一方原監督、はい、まあ、褒められた勝ちじゃないなというふうに、うん、まあ、言ってたね。やっぱフォアボールが絡んだり、デッドボールのーランナーを、うん、ボーク、パスボール、エラーで、まあ、1点やるっていうのはね、やっぱ不本意な勝ちだというふうには思うよね。うん、これをひっくり返したとしてもね、うん、やっぱり巨人のピッチャー、フォアボールが少しこの3連戦は多かったかな。うん、そうですね、はい、まあ、阪神が与えてるプレッシャーっていうこともあるけどもね、うんうん、ただね、あの伊藤投手から得点することができてっていうのは一つの、まあ、材料だよね、壁を越えたんでしょうかね。そうだね、だから大城なんかはやっぱコースで張ってた、うん、代打出てきて外から入ってくるっていう、まあ、外のカットボールをセンターに打ったんだけど、うんうん、あのやっぱこう読みというか、うん、で坂本はやっぱやられてるチェンジアップ、うん、これを狙ってホームランしたというね、うん、やっぱ各バッターの能力が高いだけにね、頑張ったら上にもっと上に行けるなっていうのは感じました。はい、はい、続いて広島対ヤクルト、はい、ね、広島、うん、森下黒原、はい、でヤクルト石川ピーターズ高橋奎二という、うん、ね、初戦4対3、はい、うん、広島、
はい、初回西川タイムリー、デビッドソンのツーランホームランで、まあ、いきなり3点をリードするんだよね、うん、で2回にはヤクルトが、2点を返す、うん、で3回には村上のタイムリーで同点にするんだけどもさ、はい、で同点でずっといってんだよね9回まで、はい、で9回、うん、エラーのランナー、申告敬遠、はい、でまたエラー、うん、でノーアウト満塁になるんだ。で坂倉がサヨナラ犠牲を打つ。広島ホームでヤクルト戦10連勝、うん、ね、まあしかしビジターでは1勝8敗ということで、まあ、内弁慶シリーズって言われてるんだけど、はい、ヤクルトが松田で全く勝てないというね、うんうん、でなんかこうねエラーも多かったりしますね。そうなんだよ。だから松田でのヤクルトのエラーは、うん、この日9つ今まででね、うん、1試合9つじゃなくて、はい、この日までに9つやった、はい、で他の球場では4.5、うん、4.5 個ぐらい半分、うん、半分ぐらいなんだよね。しかし広島は神宮で防御率が 4.93、はい、もう約5点ということで、やっぱマウンドが合わないらしいんだよね。なるほど、うん、で神宮のマウンドって、うん、やっぱ他の球場とはちょっと違って傾斜がちょっと少なく、やっぱキャッチャーが座ってる見え方が少し沈んでる感じがするんだ。だから高めにボールが浮いちゃうんだろうね。だからホームランを浴びる確率が高くなるというね。ただこの試合でまあ、ヤクルトの石川、うん、まあ、いきなり3点失ったんだけどもさ、はい、6回84球4安打、うん、3失点というね、やっぱベテランだね、うん、初回ちょっと点取られてもやっぱ気持ちを立て直しコントロールし、まあ、6回を投げ切るという、うん、まあ、200勝の、ね、狙ってるピッチャーだけに勝たせてあげたかったけどもね。本当ですね、はい、で2試合目、うん、はい、で7対6広島、うん、また負けたという、うん、で11連敗というね、1点差ですね。そうだね、ここも1点差、うん、5対1で迎えた4回、はい、末金の間のタイムリーなので同点、うん、まあ、5対1でリードするんだよ。でヤクルトもやっぱ松田で勝てないとっていうようなね、やっぱすごく気持ちが入ったゲームはしてたんだけども、うん、で1点を勝ち越された許した5回裏、うん、デビッドソンが2回ソロホームランに続き2打席連発の逆転ツーランホームラン、うん、デビッドソンがいいんだよね、うんうん、で、まあ、そのまま逃げ切るんだけどもさ、はい、でピーターズ5回9安打7失点、うん、森下4回6安打5失点という、まあ、先発ピッチャーが非常にちょっと荒れたんだよね。そうですね、うん、だけど広島はデビッドソンのホームランで逆転した後、うん、大道、島内、クルガーシ、はい、この3人がやっぱこうピシャッと抑えて、うん、まあ、ヤクルトを封じ込めたというね、うん、だからその矢崎、はい、ターリー、うん、この2人の本当に今まで大車輪でね、うん、動いてた中継ぎ陣抑え、うん、この2人を失ってるんだけども、大道が頑張るし島内がいいし、うん、栗林が、セーブピッチャーとしてね抑えとして帰ってきてるしね、うん、非常になんか広島の充実ぶりというか頑張りというのがすごく光る、うん、ゲームだったね、うん、はい、はい、で3試合目、はい、7対7引き分けです、はい、長い試合ですね。長かったな。これ5時間超えたんですよね。5時間超えたな。5時間1分とか2分とかでしょ。うん、そうですね。はい、で初回、うん、サンタナタイムリー、はい、ね、サンタナタイムリー2塁打、まあしかし、2点を取るんだけどさ、うん、しかし、ね、その裏ツーアウト満塁から、うん、坂倉が同点タイムリー、はい、同点タイムリーだね、はいはい、2点ね、そう、はい、で堂林がフォアボールなどで、うん、またツーアウト満塁になるんだよね、うん、で末金が満塁ホームラン、はい、もう一気に6点を取るというね、1回でもう1回でね、うん、でこの回ね西球、1つのデッドボールなどで、はい、高橋が6失点食らうんだよね、うん、だからやっぱこうフォアボール、まあ、巨人戦でもあったけどもさ、うん、やっぱ大きな大量点になる引き金となるのはやっぱフォアボールだよね、うん、
で4回サンタナが逆転スリーラン打つんだよ、はい、すごいよね、うん、6対2から、ね、2点を取って、4回にサンタナがもうそれをひっくり返しちゃうんだもん、うん、でスリーランホームラン、もう今日は絶対負けないぞっていうようなね気持ちがなんかこう込められたようなホームランだったけれども、うん、まあ、広島は7回ノーアウト3塁を作るんだけども、うん、点が入らないんだよね、うん、で続く8回、はい、エラーで内野ゴロの内野ゴロ、うん、あ一塁に悪送球して、バッターランナーがセカンド行っちゃうんだよ、はい、ノーアウト2塁、うん、で坂倉が今季初の、送りバント、うん、ワンアウト3塁から堂林が同点タイムでツーシーム、はい、まあ、シュートだな、うん、木澤のシュート、これはやっぱり堂林も狙ってたと思うんだけども、うん、絶対来ると思って、それが持ち球だからね。でもやっぱこう高かったね、なるほど、高い分だけバットはへし折ったけども、うん、外野まで持っていかれたというね、うん、まあこれが7対7になる同点タイムリーだったんだけどもさ、はい、まあそのまま延長に入って引き分け、うん、でヤクルトは3度のホームタッチアウトがあるんだよね。なるほど。で5回6回って続いて、はい、で10回はね走者丸山、うん、打者長岡でセカンドからパスボールでワイルドピッチで、うん、三塁ベンチの方に坂倉が弾くんだよね、はい、それを見て、セカンドから一気にホームを狙うんだけども、うん、ホーム寸前タッチアウトという。うん、でこの長岡が打席に立ってたって言ったのは長岡のエラーから同点になってるんだよね。なるほど。だからね長岡は絶対って思ってたはずなんだよね、ここで打ってやらなきゃとかね。だからあの暴走がなければ長岡が打ったんじゃないかなっていうの気もするしなんか長岡にチャンスは最後上げてほしかったなっていうようなね、まあそんな感じがしたね。なるほど。だから3度のホームの紛失というのは非常に痛いヤクルトの攻撃ではあったというね。なるほど、うん、まあ難しいですけどね。まあ難しいよな、まあ間一髪っていうほどでもないんだよね。うん、うん、ということはちょっと判断ミスに近いところですか。まああるね、うん、それとやっぱ焦りだろうね。まあもうこのね点の取り方取られ方だと、そうそう、もう1点も1点もっていうところですかね。 それとね松田で勝ってないっていう焦りが、うんうんうん、まあこういうことをこう起こしてしまったかなっていうふうに思うよね。なるほど。でこの試合広島ベンチ入りの投手9人が全員投げたというね。そうなんですよね。アドゥア、アドゥア君11回12回、うん、もう一人も残ってないという、もう最後の砦でしたね。そう、うん、でも素晴らしかったね。いや素晴らしかったですよね。やっぱプレッシャーもあったと思うけどもさ、うん、ただ自分で何かアクシデントがあったらもうマウンドに上がるのは堂林しかいないっていうふうに思ってたんだけどもうそれも見てみたかったなっていうようなねそんな気もしたけども緊急事態ですね、はい、うん、でヤクルトはやっぱこう8人を使ってるというね、はい、まあ広島ベンチにはもう総力戦で1人も残ってなかったという、本当に、まあ、そういう壮絶な試合で7対7引き分けました。はい、はい、続いて中日 DeNA、うん、松葉、高橋、柳、うん、DeNA はバウアー、石田、平、はい、1試合目 DeNA、うん、18対2、ね、スコア見てちょっと一瞬間違いじゃんかなって思う。そう、まあこれはね、うん、もう話す振り返るのは論外なんで、うん、ちょっとバウアー10勝目、はい、そうですね、外国人投手2桁は球団史上2人目、はい、17年のウィーランドに並ぶ10勝というね、はい、うん、で三振記録は球団外国人投手の、うん、も更新してると128個、うん、ねえ、うん、なんかどんどん積み上がっていきますね。そうだね、うん、でねバウアーが中4日で回ると、うん、まあ、最多勝が見えてくる。本当ですね。それでね、中4日で投げると、うん、あと7回投げれるんだよね、あ計算だとね、うん、で中6日の人だと5回しか投げれない、うん、2回多く投げれるという
ことなんだよ。ということは今度の登板の中4日でいくと、うんうん、東と当たっちゃうんだよね。あ、東は11勝、うん、バウアーは10勝。こういう場合はどのような、やっぱ東は優先すると思うけどな、うんうん、かといって前倒しでなんか3日になるわけは、中3日はないな、うん、なかなか厳しいですもんね、うん、だから中5日かなっていう、そこは、うん、だからでその後が4日ずつってことですか。そうだね、うん、だからこの試合でも、うん、まあ、8回126球7安打9奪三振、うん、3四球2失点という、はい、126球投げてんだよね、うん、だからまあ中4日でいけると言っても、うん、やっぱ東を優先してほしいなというね、うん、そこは平等であってほしいなっていうふうに思うけどね、うん、ですね、そうだね、うん、でこの3四球、はい、この日はね審判と合わなかったんだよね。イラ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 してんだよ。バウアーバウアーもうな、何かと言って表情に出るってくるからさすぐ分かるんだけどまあでもそれでもやっぱ我慢して、うん、やっぱしっかり投げ切れるところがやっぱ一流だなっていうふうに思ったね、うん、はい、でこの試合で牧が再び打点王になった。お3安打3打点はいね、うん、でこの試合18対2、うん、まあ、近藤という投手、まあ、別動画にもしたけども、うん、1回62球、うん、16打者8安打4四球で1つのデッドボール、うん、10失点だけども自責は8ということでね、うん、まあバウアーが言ってました、はい、ね、こういうことはどんな大投手でもあるよと、うん、ね、経験の上ではね、はい、だから前を常に向いてってほしいという言葉を残したけども、ね、全くその通りで、何を言うより最初に伝えたいということでね、まあ、そうだね、バウアー投手はお話しされたというけれども、うん、でも次の日登録抹消というね、はい、まあ下でもっと積み上げてきてほしいなと思います、はいはい、で2試合目、うん、2対0、DeNA、はい、まあ、この試合はね、なんといってもね、大島、はい、2打席目に石田の初球をセンター前、うん、2000本安打達成というね、はい、待ってましたっていう、もうおめでとうございます。これはね、14年で2000本を達成したというね、うん、超スピード達成という ね、うん、まあ、コツ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 積み上げたら、うん、まあ、こんな金字塔ができるんだ ね、 ね、で、なんとしても勝ちたい中日、うん、まあ高橋が頑張るんだよね、うん、まあ、7回105球4安打無失点、はい、石田も頑張る、うん、6回108球無失点というね、うん、で延長12回5安打を集め DeNA がね、うん、2点を取って、まあ、逃げるという、うんうん、まあこの試合で佐野が3安打外が2安打、まあ2人が、当たってきたのはね DeNA にとっては大きいけども、はい、まあ、昨日に続いて昨日の近藤今日の大島、うん、まあ、なんか勝たせてあげたかったな、まあ、近藤はね立ち直ってほしいっていうことなんだけども、まあ、大島が2000本安打この試合を勝ちゲームにしてあげて、なんかね勝ち投手と一緒にヒーローインタビューとかさ、ね、まあ、そういうこともしてあげたかったなっていうふうには思うけどもね、ちょっと残念ではありましたね。あの、はい、55人目の2000本安打、そうだね、大卒社会人経由では4人目ということで、うん、そうだね、うん、まあ代表的なところで言えば古田とかね、はい、深夜もそうかな、宮本深夜もね、はい、すごい記録を達成ということで、ね、はい、おめでとうございます。はい、で3試合目、うん、2対1、はい、中日、うん、ね、これも延長に入るんだけども、はい、初回佐野のタイムリーで先制、うん、その後もうずっと点がないという、ね、で6回には村松のタイムリーで同点で延長に入り12回、ツーアウト1・2塁から、宇佐美がレフトにサヨナラヒット、うん、8月3度目ねえ、ほんとサヨナラ、ね、宇佐美選手多いです ね、 ねえ、8月だけで3度のサヨナラ、すごい、連敗は8で止めるというね、うん、ペリス、うん、来日初勝利、はい、ね、このピッチャーはね意外とボールに力があるし、うん、なかなかいいかなっていうふうに思うのと、うん、
もうちょっとクイックが使えるといいなっていうふうに思うよね。だから日本の野球に慣れてくると、うん、まあ、本当にあの使えるようなピッチャーになってくるのかなっていうふうには思います、うん、ね、ドミニカ出身の30歳、そうだね、うん、はい、はい、で 両軍のリリーフ陣がこの試合は本当に頑張って、はい、まあ、延長12回、まあ、2対1にはなったけども、あの中継ぎ陣というのはよく頑張ったなっていうふうに思うね、うん、うん、でこの日先発した柳、はい、7回106球6安打、うん、無四球1失点、うん、今日も好投したけど勝てないという、うん、ねえ、うん、なかなか厳しいですね。しかしチームが勝つという、うん、なんで俺は勝てないんだみたいな、うん、この前ノーヒットノーラン、まあ、9回までやって延長に入っちゃったんだけどさ、幻となってしまいました。でもその試合でも、まあ、勝ってることは勝ってるんだよね。だからやっぱこうなんて言うんだろうな、勝ちがつかないとやっぱこう気分的にはね、うん、やっぱこういいピッチングはしてても乗っていけないのかなというようなね、うん、まあ、そんな感じがするよね。はい、はい、ここは2試合連続の延長だったんでさぞかし疲れたと思うけど ね。そうですよね、はい、まあ、1試合目と 2,3 試合目がだいぶね違う内容になりましたけど、まあ、そうだね、はい、はい、ということで、はい、勝敗を分けたのはもったいない丸々、うん、俺はもう再三こう言ってきたと思うんだけども、もう死球だよね、フォアボール。本当なんかこう この3連戦は、うん、そのフォアボールでの勝敗を分けた試合が多かったような気がしますね。まあそうだね。だからその勝ってるチームもなんかフォアボールをきっかけに失点して危ないシーンを作ったりだとか、まあ、してる。やっぱこうなんていうの、まあ阪神でもフォアボールをたくさん取ってるけども、やっぱ自分たちのチームが出してしまえばフォアボールを、うん、やっぱ途端にピンチになるというね、うん、やっぱフォアボールはピッチャーのエラーというふうには言ってるけども、うん、やっぱそこら辺はやっぱこう手綱を締めて頑張らないと、まあ、いけないのかなっていうふうには思うね。これは時期的に多いとかそういったことも何か考えられることってありますか？やっぱ疲労とかね、うん、まあピッチャー9人使ったとかさ、うん、まあ、本当にこうフル回転中継ぎ陣はしてると思うんだけども、うん、まあ、それから疲労から来ることと、やっぱこうプレッシャーだよね、うん、まあ、ここに格闘に入ってきて打たれちゃいけないとか、そういう精神的なことで負担からまあフォアボールを出すということはあるよね。そしてもうフォアボールきっかけに投手が交代っていうようなケースもありますもんね。まあそうだね、今日ね、うん、ジャイアンツ戦でジャイアンツ阪神で、うん、9回にね2アウトからランナー出ていくんだ、うん、阪神がね、はい、でミエセスを送ったわけ、うんうん、でピッチャー中川、はい、フルカウントになってるんだけどさ、うん、で首を何回か振って、はい、最後に投げた球が、うん、やっぱインサイドまっすぐだったんだよね、うん、それももう開き直って、やっぱホームランで同点の場面だから、はい、でまあ慎重にならなきゃいけない場面でフルカウントになったんだけども、最後に思い切って腕振ってインサイド行ったら詰まって、センター前に落ちそうなのを門脇が取ったんだけども、ね、うんうん、まあ、だけどやっぱああいうことって大事だなと思ってさ、うんうん、やっぱフォアボール出して途端に一発で逆転になっちゃうから、うん、だから中川も開き直っていったと思うんだけども、うんうん、まあ、ああいう気持ちがあればフォアボールも減るのかなっていうふうに、うん、まあ、感じたシーンがあったね。なるほど、はい、はい、というセ・リーグでした。はいはい、このようになりました、はい、オリックスとロッテ、1位2位の対決でした。そうだね、はい、オリックスが2勝で1分けということでした、うん、はい、西武対日本ハム、これは5位6位の対決でしたね、はい、はい、日本ハムの2勝1敗ということで勝ち越し、はい、楽天とソフトバンクは楽天の3連勝ということで終わりました、はい、まあ、3位4位のね、3位4位の戦いですね、ね、はい、はい、じゃあオリックスロッテ、うん、ね、オリックス山崎幸也、はい、山下俊平太、うん、東でロッテは種市、うん、西野森というね、はい、はい、ということで、1試合目は4対3、うん、オリックス、はい、まあ、3対0で迎えた5回ロッテがリードしてたんだけども、うん、森の犠牲フライで2点差に迫る、はい、で6回には一矢満塁から、渡辺犠牲フライ、うん、
ツーアウト後1、3塁から西のタイムリー、うん、続く中川もセンターにタイムリーを、打ち逆転、うん、4対3、ねね、もうあっという間にひっくり返してしまうんだよ ね。でこの試合までさ1点差以下っていうね、うん、1点以上取られてないっていうことが続いてたんだけども、はい、投手陣がね、はい、まあ山崎幸也が3点をやったことによって、うん、まあその記録は途絶えたけども、はい、でも途絶えたからといってすぐ逆転してくれるというね、うん、でこのリードをしてからは3番手山岡、はい、4番手山崎総一郎、はい、まあ抑えに平野というね、うん、もう完璧のリリーフ陣という、うん、これ山岡が一枚中に入ったっていうのはでかいね。なるほど。第二先発みたいだもん ね。何かあったら長いイニングを任せられるからね、うんうんうん、ここに山岡がいるっていうのはでかいなと思うよね。ねまたなんかこうピッチャーの層の厚さというか、まあそうだ ね、うん、でロッテはこの日山口を初めての2番に置くんだよ。で打順変更してきたんだけど、うん、この打順変更っていうのはその前の試合にロッテは下位打線が非常に当たって上位につながってきてたんだよね、うんはい、その狙いで山口を2番に置いたと思うんだけど、はい、だけど俺はなんかポランコと山口が続いてた方がピッチャーの負担が大きいんじゃないかなって思うんだよね。山口2番というのはなかなかなんかこうピンとこなくてさ、確かに強打者を置くっていうね、うん、そういうことは考えられても、はい、山口はちょっと違うかなっていう、もうそれだったらポランコ置いちゃいいのになって思ったぐらいなんだけども、まあ山口かと思ってね、まあそういうことで、まあ初戦はまあオリックスという、はいねうん、で2試合目は 0-0 の引き分け、はい、まあ両投手の投げ合い、うん、まあ素晴らしかったけども、はい、山下俊平太5回72球4安打無失点、うん、まあ腰の張りでねちょっと降板してしまうんだけども、そうでしたね、うん、そのまま登録抹消になったんだよね、うん、だからまあ大事を取ってというか、うん、まあ、まあ優勝もこのままいけばやっぱりするだろうし、うん、まあクライマックスシリーズ日本シリーズに向けてまあちょっとね、体調を整えさすのかなっていうふうには思ったけどもね。で西野素晴らしかった、はい、8回104球4安打、うん、無失点というね、やっぱこう西野もやっぱ意地を感じたね、素晴らしいコントロールとまあコーナーワークというかね、まあそういうことも良かったし、で延長でもつかず、まあ、12回裏ゲーム中にマジックが点灯という。これはもう負けがないというのが分かった時点でということですよね。そうそうそう、だから延長入って12回の表が終わった時点で、はい、もう負けはないよっていうことで、勝ちか引き分けっていうことなので、うん、マジックが点灯したという。そう、ちょっと試合中につくってどういうことなんだってちょっとザワザワしましたけど、そう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 まあだけどまあそういうことが起きたというね、はい、まあ、引き分けでも点灯したというね、うん、でロッテは4人のリリーフ、うん、でオリックスは7人のリリーフ陣が、まあ、よく頑張って、まあ、0-0 の引き分けだったということですね。はい、はい、で3試合目、うん、5対2、はい、ね、オリックス、うん、まあ、オリックスは8連勝、はい、まあ、1点を追う初回、うん、中川タイムリー、これ中川よく打つんだよまあすぐ同点にするというね、うん、で3回にはツーアウトから中川二塁打森タイムリーで勝ち越すと、この送球間に森が二塁に行ってんだよね、うん、でツートングがタイムリーで突き放すという、うん、で8回にはロッテの、まあ、サード、ね、名前はちょっと伏せようかな、うん、まあ、エラーなどがあり、はい、まあ、2点を取るというね、うん、で5対2になるという、うん、ね、東3勝目5回3分の2、108球、4安打、2失点、うん、で初回にちょっと失点するシーンがあったんだけどもさ、はい、やっぱこう、だんだん経験を積んでいくと、うん、やっぱこう、しっかりゲームを作れるようなピッチャーになれるだけの素質があるね、この人は。うん、うん、だから非常に良かったかな、うん、はい、はい、で、この日首位打者、頓宮、うん、はい、2安打、
3割1分3厘、うん、ね、打率をちょっと上げたかな、うん、で2位柳田、はい、これはあの首位打者争いの話なんだけどさ、はい、今日ノーヒット3割飛んで3厘、うん、3位近藤、ね、近藤もノーヒット、はい、3割飛んで1厘、うん、ね、まあパ・リーグで3割打ってるのはこの3人しかいないんだけども、そうです、ね、うん、3割1分3厘というのは驚異的な数字だけども、うん、一部しかないというね、柳田かな、ね、だからこの争いもなんか楽しみだなというふうに ねここも本当に僅差で3人3割以上は ね楽しみだけども、はい、この試合でポランコがホームランを打って20号、うん、ね、トップは浅村の21号、はい、で20本打ってるのがあと2人、はい、近藤と万波、そうですね、このホームラン王争いも面白いというね、いやもうここも僅差ですよね、僅差、その下の柳田選手も18本って2本差なので、そう、はい、そうなんだ、この5人はまだまだ分からないですね、まあ、分からんな、でマジックが22、はい、ね、まあ引き分けを挟みオリックスが8連勝ということでした、はい、はい、続いて西武対日本ハム、はい、平西武はね、うん、平高橋コーナー、与座、はい、で日本ハム上沢伊藤上原、うん、ね、初戦は西武5対0、はい、まあ立ち上がりのピンチ平がね、うん、7番にいきなり二塁で打たれるんだよ、はい、で前回の登板、うん、平は4回で7失点。そうでしたね。ボッカスカ打たれたら本当かよ平って思ったぐらいの投球だったんだけども、うん、やっぱこの日も立ち上がり不安だったと思うんだよね、はい、でいきなり7番に2塁打打たれるというね、うんうん、だけどその初回を無失点に抑えると8回まで行って、はい、8回116球3安打8奪三振、うん、3四球無失点というね、はい、まあ初回を切り抜けると、まあ、見事なピッチングだったよね、うん、で6回源田、センター前で、セカンドから帰ってきた、はい、ね、ランナーが、うん、これもね 0-0 で行ってたんだよ、噂もよくて、うん、で 0-0 で行ってて均衡をどっちが破るかって言った時に、うん、源田のセンター前で強引に回したんだよね、はい、うん、でちょっとアウトのタイミングだったんだけども、うん、キャッチャーのワンバウンドがキャッチャーに来るワンバウンドが少しハーフバウンドになって、うん、ちょっと取り損ねたんだよね、なるほど、うん、それでやっぱ先制点を取ったっていうのが大きくて、うん、でツーアウト後2、3塁から渡辺が2点タイムリーツーベースというね、うん、やっぱこういう試合で 0-0 で緊張感のある中で、うん、やっぱコーチはギャンブルだったと思うんだけど、ツーアウトだったしね、うんうんうん、だけどそれをこうセーフにした、まあ噂の心情からすると、うん、いや先にやってしまったというね、うんうん、やっぱ動揺から渡辺に打たれたんじゃないかっていうふうに想像できます、はい、ね、うん、だからやっぱコーチのギャンブル、うん、ね、こういうことは非常にこの試合では大きく左右したかなっていうふうには思うね。で2試合目、うん、7対0、ね、うん、伊藤が今季初完封、はい、9回107球6安打7奪三振無失点、うん、無四球、ね、ね、で一方高橋コーナー、はい、18日ぶりに登板したんだけど、はい、5回85球9安打1三振3四球の7失点、うん、ね、ちょっとひどかったんだけど、はい、磯畑清宮マルティネスのタイムリーなので、点を取られ、うん、野村も3回にソロホームラン、そういうことで3回までに7点を取られる、うん、で18日ぶりに登板した高橋は日本ハムに対して3連勝中だったんだよね、うんうん、相性は良かったんだけども、やっぱ体調はやっぱまだ完全に戻りきれてないのかなっていうふうに思うよね、うん、で伊藤が完封、はい、ツーアウト1、2塁から、うん、一塁走者ヒルマが3塁へタイムリーヒットと思われるヒットで、うん、3塁に走るんだよね、はい、でセカンドランナー殿崎が、うん、ホームベースを踏む前にサードでアウトになっちゃったんだよ、
ね、こうタイミング微妙でしたけど微妙だったんだけどさ三塁のタッチアウトの方が早くて先だったということでね、そこでもうスリーアウトが成立してしまってということですね。そうそうそう、そう、それで点が入らなかったんだよ。ホームインしたけれどもそこはもうスリーアウトの後だったということで、そうそう、うん、だから伊藤はラッキーというねだけどピンチらしいピンチはねこのぐらいで、はい、5回以降はパーフェクトに抑えられてるんだよね、うん、西武はね、だから本当に西武ちょっと元気ないぞっていうふうにちょっと思っちゃったんだけどもね、うん、はい、はい、で3試合目、うん、4対3、はい、清宮が2年連続の2桁ホームランで先制、はい、うん、3回には2アウト2塁から万波が同点タイムリーツーベース、うん、ね、6回には2アウト3塁から五十幡がタイムリー内安打3塁線に打って、はい、早いわ、ランナーサードでやっぱ内野安打で失点するっていうのは内野手にとって非常に不快なもんなんだけどもまあ五十幡早いなやっぱりで五十幡に対してピッチャーが牽制悪送球、うん、まあ二塁に進んで清宮がセンター前にタイムリーというね、もう足の速さがそういったミスも誘うんでしょうね。まあそうだね、うん、で、投げては上原、はい、6回89球7安打2失点、うん、こう上原は自信をつけてるねかなりね、うん、本当にしっかりゲームを作れるようになったしね、はい、非常に良かった、うん、ね、まあ、しかしね、まあ、4対3で勝つ、はい、まあ、9回にはね1点差に詰め寄られるんだけどもさ、うん、代打ペイトンが、まあ、三振して、4対3、まあ、日本ハムが逃げ切る、はい、まあ、しかしね2対2で同点の4回、うん、ツーアウト満塁を作るんだよね、はい、でそこで一塁走者古川が牽制手をしてるんだよ、うん、2対2から、はい、もう押せ押せの状態の中でさ、これは西武もピックオフのサインを出したっていうのは素晴らしいことなんだけども、うん、一塁走者の満塁から、うん、一塁走者の古川がアウトになっちゃいかんよな、これはコーチャーにも責任があるよねこのプレーはね、うん、やっぱり一塁手がどういうふうな動きをしてるかっていうことはしっかりランナーに伝えないとね、うんうん、だからこういうねやっぱこうボンミスをちょっとなくさないと、うん、まあ43日ぶりに日本ハムが災害から0.5 ゲームさながら5位へ浮上したというね、うん、ここ直接対決だったのでね、そう直接影響しましたね順位にね、そうだ ね、うん、で西武が最下位という、はい、だけどやっぱこっからもう一つ上位を狙っていこうとすると、うん、やっぱこういう走塁死とか牽制死とかね、まあそういうことはやっぱ避けてほしいよね、うん、はい、はい、4位まで4ゲーム差ね、ね、はい、うん、ね、はい、まあ西武も頑張らないとね、はい、はい、ということで最後のカード、うん、楽天対ソフトバンク、はい、楽天、岸、マー君、うん、田中マー君、うん、庄司でソフトバンク石川、坂東、松本春、はい、ね、1試合目、3対2サヨナラ、うん、ね、ノーヒットノーランの石川が、まあ、投球、ね、これに注目が集まったんだけど、うん、大体ソフトバンクでやった東山とか千賀、うん、この両投手はノーヒットノーラン後もいい投球をしてるという、うん、まあ、プレッシャーかからんかなと思ったんだけども、6回3分の2、103球、3安打、2失点、自責は1、うん、ね、しっかりゲームを作り、まあ、本当に好投してくれたというね石川がね、はい、うん、で3回には三森のタイムリー、5回には甲斐のタイムリーというふうに、うん、まあ、援護もしてくれて、うん、まあ、2点差で迎えた7回、うん、浅村ヒット、島内がフォアボールを選んで阿部が送りバント、うん、でワンアウト2、3塁ね、ワンヒットで同点だ、はい、岡島が犠牲フライ、うん、1点差、はい、で続く鈴木大地、うん、ね、内野フライ、あ、逆転されんかったかと思ったらサードに入ったシュートが落球というね、マウンド付近に上がったんだけどそうですね、もうがっくりだよね、ドキドキしましたけど最後ね、まあ、そうだね、落としてしまいましたけど、まあ、このわざわざピッチャーを変えてね鈴木大地に、うんうん、
で打ち取ったと思った瞬間に、まあ、同点になってしまった。うん、でそのまま延長に入り、ワンアウト一二塁から辰巳がレフトオーバーのサヨナラというね。うん、10回の裏。うん、まあ、そうだね。で渡辺翔太、はい、で6勝目、ルーキーで6勝、リリーフだけでね。はい、で防御率が 1.42、うん、で試合数は32試合投げてるんだけども、はい、まあ、その中で6勝してるという ね、 ね、うん、だからこれちょっと紹介しておくけども、渡辺、はい、ね、6勝目というね、はいはい、で2試合目、うん、2対1、はい、楽天、はい、マー君、うん、7回91球4安打1失点、うん、197勝目を挙げるというね、はい、まあ、日米通算ね、うん、あと3勝で日米通算200勝ということ、うん、ね、まあ、1対0で迎えた5回、マー君に対して5割の今宮、うん、まあ、同点ホームラン、これは本当に相性いいんだろうね、うん、5割を打つっていうね、マー君から、ね、2回2回打ってるって、ね、そうだよね。でソロホームランで、同点という、まあ、しかし6回、浅村フォアボール、島内レフト前ヒット、ツーアウト1、2塁から岡島が勝ち越しのタイムリーというね、ソフトバンクは3連敗、貯金がゼロになったという、うん、まあ、2試合目でね、はい、で最大15あった、うん、5月3日以来のゼロになった、最大15あったんだよね、貯金がね、はい、で5月3日には貯金がなかったんだけど、はい、まあ、15を積み上げてきた今まで、うん、まあ、それが全くなくなったというね、うん、で3戦連続で1点差負けという、うん、うん、ちょっと苦しいな、うん、で3、うん、うん、大丈夫、はい、で3試合目7対1、はい、うん、この試合松本春、はい、ね、ソフトバンクの方、うん、3回3分の159球7安打5失点、はい、ね、これね、ルーキーの22歳、うん、アジア大からドラフト5位で、入団し、左投げ左打ちで初先発なんだよね、はい、まあ、相当な緊張感もあったし、チームの状態は悪いし、連敗中で投げるっていうのは非常に嫌だったと思うけども、うん、まあ、5失点というゲームは作れ上がったというね、うん、でやっぱ同じルーキーの庄司、5回2安打1失点というね、うん、うん、まあ、勝ち投手にはなってるけども、はい、まあ、4回ワンアウト1、3塁から小深田タイムリー、うん、武田に投手交代するが、まあ、満塁から3番阿部に対して押し出し、続く浅村のタイムリーで5対1になる、まあ、それでチームの状態が悪いのかどうかわからないけども、うん、まあ、悪いんだろうな。7回は近藤三森の、まあ、ダブルエラーがあって、うん、まあ、2点を取られるというね。で庄司もね、勝ったは勝ったけど、はい、7四球と乱調なんだよね、うん、まあ、これではね、勝ち投手とは言っても、まあ、すっきりはしないだろうけどもね、投げた回数より多いですもんね、まあ、そうなんだよな、うん、でソフトバンクはね、まあ、5安打7四球をもらいながら1点という、うん、その1点も3回に庄司が4つのフォアボールで押し出し、押してるんだよね。その1点しか取れてないというね、うん、まあ、ちょっと寂しいよな、これはね、で3位と、まあ、楽天は最大11ゲーム差空いてたんだけども、はい、まあ、2ゲーム差に急接近というね、うん、ソフトバンクは1、2番が楽天戦で、うん、3連戦をやって、はい、23打数2安打、うん、全く機能せずというね、うん、まあ、動画を撮ってるとさ、うん、よく、まあ、三森の一番いいねとか、うん、中村一番した方がいいねとかね、やっぱソフトバンクの課題っていうのはやっぱり1、2番、うん、それはなぜかっていうのはもう分かるけど、うん、柳田、近藤につながるね、うん、まあ、そこら辺の1、2番が機能しないと、うん、やっぱ得点力が落ちるということだよね、うん、だからまあ1、2番ね、やっぱ機能させるようにちょっと持っていかないとね、なかなかね、うん、大変な、そうだな、うん、でまあ庄司、はい、7四球、まあ、石井監督は若い時の俺を見ているよとみたいなまあそれでいい、ね、それでいいんですかね、ま、でも7四球出して5回まで投げさせるっていうのは
石井監督しかできないかなっていうね確かに経験もあるし、そうそう、自分をダブらせてね、うん、見てたのかなっていうようなね、はい、まあそういうことも考えるけども、うん、まあまだまだ分からなくなってきた3位争いということで、ね、今言いましたけど、ね、ソフトバンクがやっぱり、いやもう本当に状態が悪いしね、うん、で借金生活になったでしょ、はい、そうなってくるとやっぱ状態が良くなってきてる楽天、うん、日本ハム、はい、これはやっぱ食いついてくるかなっていうふうにね思うし、うん、それと西武もやっぱ投手力がいいだけに、うん、ちょっと打ってくれればね上にすぐ跳ね上がってくると思うんだけど、だから今状態的なソフトバンクが一番悪いんで、これはやっぱ3位争いっていうのはもっともっと面白くなってきたかなって思うよね。ソフトバンクは次はオリックスと当たるので、ね、そうなんだよ、ちょっと厳しい戦いが続きますか、うん、万全のピッチャー来るよね多分ね、まあ山本宮城とか、まあ、そういったあたりは絶対来るだろうね、ねワゲスパック、ね、まあそういうことはそういうところら辺が来るかな。ロッテ、日本ハム、はい、楽天、西武というような対戦ですが、そうだね、まあ、ロッテ、日本ハム、うん、日本ハムにとってはやっぱこう生死をかけた戦いになるような気がするよね、うんうん、まあロッテもオリックスには負けたとはいえやっぱこう2位にいるチームだからね、うん、やっぱこう4位まで上がろう、3位まで上がろうとするとここには勝っとかないと上がれなくなる、うん、まあセ・リーグの方は、うん、阪神 DeNA かな、次ですか、そう、はい、阪神 DeNA、ね、巨人、広島、中日、ヤクルトですね、うん、まあここら辺のその、まあ中日、広島は申し訳ないけども、うん、ちょっと蚊帳の外になってしまってるけど、中日、ヤクルトですね、中日、ヤクルトね、うん、あ、中日、ヤクルトはちょっと蚊帳の外になってるけども、うん、やっぱこう阪神 DeNA、ね、巨人、広島、巨人、広島、うん、まあここら辺のあたりが大注目だよね、うん、はい、まあということで、はい、本当にもう秒読み対戦になってきた、いろんなことが、そうです、ね、もう次の3連戦は8月最後ですね、まあそうだね、うん、はい、はい、まあとりあえず、ね、フォアボールを出さずピッチャーは、ね、はい、頑張ってほしいと思います、はい。